50連戦フォールガイズやっていこうと思います。今レベル26なんですけど、まだ優勝1回しかしてないですよね。普通は26レベルだったら3、4回ぐらいしてもいいレベルだと思うんですけど、まあ、ちょっとね才能がないかもしれないんで、50連戦をしていくことによってどのぐらい上手くなるのかやっていこうと思います。いきましょう。1回戦から決勝までの1戦とします。シーソーゲーム楽勝でクリア。いやこれ今回でも初戦で1位取っていいですか。初戦で1位取って勢いをつけていきたいと思っています。第1ステージ40人がクリア。出ました、ドアダッシュ。これ結構クソゲーっていう人が多いんですけど、皆さんちゃんと行を使ってますか。さっきの一瞬でしっかり自分行を使ってるんで、どのドアが正解かっていうのが一目でわかります。それでは突っ走っていきましょう。これ所定は一番右から2番目ですね。ここ OK で、次は一番右、いやここですね。正解引いてます。結構あいつが言ってるんで、ここなんですよね。おい、そんなことあるか。死体はフェイク。え、ここだけとかある？そんな2回目でクソほどロスなんですけど。負けました。1戦目は2回戦敗退ですね。こんな感じで50戦連続やっていこうと思います。ゲートクラッシュ、もう先頭ですね。もう先頭でしっかり走り抜けていくと。もうさっきのドアダッシュがあれクソゲーなんで、こっちでもしっかり1位を取っていきましょう。 OK、 さあ1桁台でクリア。楽勝ですね。ぐるぐるファイト、まあ、これもそんなめちゃくちゃ難しいってわけではないんで、楽にクリアしていきましょう。ちょっと後ろの方なんで、あまりごちゃごちゃにならないように。これですよね、この角度を読んだ動き、上手いやつの動きを学んで、そして最強の戦士になっていると。 OK、 完璧。いや今回めちゃくちゃ調子がいいですよ。チーム戦が来なければ決勝まで行きそうですね。残り29人。うわ出た、尻尾に。しかもこれ単独のやつか。単独の尻尾に結構嫌ですね。苦手なんですねこれ。初手尻尾はなし。取った、あと走って逃げるだけ。ソーシャルディスタンス来んな。 OK、 残り10秒いけるぞ。おい、このカス。よし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 、あぶねー。出たフォールボール、これ結構難しいんですよね。負けました。8対0で負けましたね。惨敗。2戦目終了。3戦目いきましょう。1戦目ぐるぐるファイト、ゲートクラッシュ。 OK、 3回戦ブロックパーティー。これ29人で結構ね難しい試合になりそうですね。11人ぐらい落ちましたね。うわまたフォールボールか。これ勝てば多分決勝なんですけど、勝ちたいですね。おい、ラグビーボール。負けました。4回戦フォールボールの悲劇。もう少しで決勝なんですけどね。4回目いきます。ドアダッシュ、前回失敗したんですけど、今回も確実に分かりましたね。もうすでに正解のドア全て見えています。おーし、余裕っすね。まあ1回戦は適当に流しでね取ればいいんですよ。あー、また尻尾にか。初手尻尾なし。いただき、来た、カスが。おお、あれ俺取られてない、あいつか。影武者がいました。え、許せない、あいつ絶対許さん。こいつから取っていい。いやー18秒、8秒。なんだそのホームランは。3回戦敗退。ドアダッシュ率高くね。5戦目やっていきます。さあ上々の立ち上がり、3位でフィニッシュ。最初はとりあえず取ればいいとか思っている人はね全然ダメですね。やっぱ陸上のインターハイとかでも予選決勝あるんですけど、もう予選で自己ベスト出す、そのぐらいの気持ちでいかないと全国では戦えないんですよ。だからこの1回戦からしっかり上位をキープしてゴールしていくと、それ重要ですね。出たスライムクライム、初のスライムクライムですね。これ結構難しいですよね。ここクリアできれば結構10人ぐらいに絞られると思うんで。うわ一番後ろか。一番後ろなんで、ちょっとショートカットなしで行きたいですね。ごちゃごちゃしてんな。やべ、
ッケー、ゆっくり行こう。そんな焦る必要はないと。立て、危ない。よし、ここ通過すればもう8割クリア。あぶね、おお、残った、残った、あぶね。あそこまでは分かんなかった。なんかこっからショートカットしてるやつを見たんですけど、そんなやつ無理、そんなこと俺にはできない。あっこからいけんのか。あっこから今登ってましたね。少しずつ学んでいきましょう。いや最悪、やばいなこれ、次落ちたら終わる。2回戦敗退。おい、動画ダッシュ何回来てるこれ。毎試合来てない？ロールアウト。これ結構苦手ですね。人数が多いんでちょっとごちゃごちゃしてやんにくそう。16人が落ちるまで粘っていきます。OK! あんまさっきのは落ちる気配がなかったです。ジャンプクラブ。ちょっと棒の軌道を読んで、上の棒と下の棒が被らないように注意しながらね、位置取りを気をつけましょう。OK! 15人なんでフォールボールはなさそうですね。となるとヒヤヒヤロードとか、その辺が来るんじゃないか。ヒヤヒヤロード来ましたね。残り3マスぐらいからちょっとね、集中してやっていきましょう。そろそろ決勝行ってもらわないと、初手はダッシュ。お、うわ、よし。これワンチャンいける。これ、俺が、道を開いて。いやー。オッケー、こっからあんまり落ちないようにしましょう。よし、あと2マス。そこだ！オッケー！ようやく決勝にたどり着いた。残り9人。クラウンマウンテン。唯一優勝した時のあるクラウンマウンテンですね。後方2列目。ちょっと位置取りは悪いですが、まあ、しょうがない。うわ、弾に当たったよ、最悪。やらかした。しっかりと、あ、でも。ポジション悪くないですね。当たったー、最悪。いや、いけるか。無理だな、これ。ちょっと早いね、みんな。全員落ちろ。いや、早いわ、あいつ。6戦目にしてようやく、決勝まで来れました。上手い人だったらもう毎試合のように決勝行ったりするんですけどね。まあ、現時点ではこの程度の実力しかないと。7回目。よし。15人がクリア。ロックンロール。トップ通過しないと泥仕合になるんで、トップでいきたいですね。ということは決勝10人か。よし、いける。赤を止めろ。よし、勝った。さあ、2戦連続決勝まで来れましたね。次こそはトップを取りましょう。これか、ジャンプショーダウン。よしよし、あそこ落ちた。あ、なんだ今のボンミスは。決勝敗退。ヒットパレード。これ今日は初めてですからね。なんかドアダッシュが来すぎて、これが初でしたね。まあ、これもいけるでしょう。スタート。ここくぐり抜けて、このラショーモン。ラショーモン、通過できるか。スムーズに。1回目のラショーモンで通過していく。OK。うわぁ、負けました。9戦目やっていきます。3回戦のブロックパーティー率が高いですね。逆になんかパーフェクトマッチが今のところ1回も来てないんですけど、ここちょっと怖いな。やばい。10戦目いきます。もう後ろ2人しかいない。終わった。負けました。というわけで今10戦終わったんですが、決勝には2回行きました。10分の2の確率でしか決勝に行ってませんね。ちょっともうちょっと決勝に行く確率を増やしていかないと、まあそれは優勝できんわなという感じですね。で、2回戦負け、1回戦負けが4回ぐらいあるんですよね。1、2回戦で負けているようではもう話にならないんで、1、2回戦も確実に突破すると、次からもうほぼ3回戦以上行けるようにね、頑張ろうと思います。さあ、どんどん行きましょう。それでは11戦目やっていきます。ドアダッシュ。うわ、来たこれ。これ、今回はしっかり行きましょう。よし、ここ行けばもうゴールだ。このショートカットやってみるか。行った、行ったぞ。この謎のショートカット、成功。
おい、殺しに来てる。あぶね。残ったのは15人。負けました。12戦目、来ましたね、ドアダッシュ。ついにやってやりましょう。よし、おい、行かせて。おわ、負けました。13戦目、いきます。あぶね。よし、今回いいぞ。6位。13戦目にして初めてのパーフェクトマッチ。ここまで出ないのはね、珍しいですね。行きましょう。ええ、何それ。え、そんな吹っ飛ぶ。は、負けました。ちょっと納得いかないですね。14戦目、行きます。前の2人が早すぎるな。これさっき不可解な落とし方されたんで、ちょっとね、まだあれ納得いってないですね。おい、お前裏切んない。おい、あいつ、共に土地を分け合った仲間だったのに。15戦目、スピンレース。スピンレースもなんか意外と来てなかったですよね。これも流れに乗ってクリアしていくと。戦闘ですね。OK。ああ、16戦目。え、負けました。お、連続でヒットパレード。戦闘ですね。よし。これなんですよね。でもどうせここでな、みんな一つになるからな。ここの、この弾に当たるやつはもう論外。ありえないですね。これしっかりくぐり抜けていくと。はい、余裕の1位ですね。このコース一番得意ですね。今回調子いいぞ。てか、そろそろ決勝残らないと話にならない。うわ、ここでスライムクライムか。よし。13人。ヒヤヒヤロードか。どうせ7人とか6人ですよね。あと2ます。はい、あそこじゃん。うわぁ。ドアダッシュ。19戦目。ドアダッシュ。20戦目。バッドラック。動画撮り始めてから初めてですね、これ。感染しないように気をつけていきます。あぶね。うわ、やめて、助けて。よし、生きろ。あと2人。逃げ切れば勝てる。これ2戦目に来たら半分消えるんで、結構いいですよね。フルーツパニック、これも初めてですね。うわー、いや、それは、避けるんで。このバナナ無理。いや、バナナ邪魔すぎる。フルーツ、パニック。いや、これギリいけるか。ギリいけるかってところですね。1、2、3。やばい、やばい。うわ、負けた。うわ、ああ、負けた。さあ、ここまで20戦が終わったんですが、まだ決勝2回しか行っていません。シーソーゲーム。シーソーゲームも結構煮詰まってきてるんですよね。割とトップ10ぐらいではゴールできると。もう序盤の難所を超えてしまえば、あとはこっちのもん。4位通過、いいですね。おい、22戦目。スライムクライム。よし、ここしっかりクリアして、決勝行きましょう、今回は。OK。うわ、当選簿したやつが2人もいる。終わった。気をつけろ。よしよしよし。あぶねえ。あのカスども。よしよしよし、これ完全にマスターしつつある。このショートカット、ここで意外と落ちたりするんですよね。あぶね、あぶね。ゆっくりね、全然余裕あるんでゆっくり行きましょう。こいつ怖えな。よっしゃ、残ったのは13人。奇数だったらヒヤヒヤロード挟みそうですね。あ、決勝来た。ジャンプショーダウン、3回目の決勝。よし、しっかりと結果を出していきます。12人いますからね。落ちる床をしっかり見極めて。OK。端っこから徐々に落ちていくパターンね。OK。一応2マスの方に来れたんで、いいんじゃないですか。でもワンチャンこれ3マス。危ね！一応前の方陣取っとかないと危ないですよね。
あ、あいつ死んだ。来れるか。来んな。来んじゃねえよ、カスが。どんどん回転してくる。この猛烈なスピードに耐えられますか、あなたは。あなたはこの恐怖に耐えられますか。よし。なかなかしぶといですね、こいつら。やばい！立て！よし。前すぎず後ろすぎない。よしよし。残り3人。危ねえ！遅れたんだ！遅れた！負けました。なかなかみんな強いですね。23戦目。パーフェクトマッチ。え！完全にはめられました。24戦目。シーソーゲームも得意ですからね。結構上位で毎回ゴールできてます。え！うわ、卵だこれ。ダントツで多いですね。この5人の守護神いるんで、完璧な守備ですね。王戦も、あの城は落とせんという風に言ってましたんで、最強の守備ですね。まさに韓国感。黄色チームが死にました。残り16人。お、決勝来た。止まるな危険。勝ちましょう。結構苦手なんですよね。しかも人数が結構多いんで、1マスずつ飛ぼうと思っても、なかなか難しいかもしれない。落ちるのはいいとして。危ね。この、こいつを叩き落とす。よしよしよし。え、こういけるぞ。いけるぞだけども、落ちるところ。おい、落ちすぎだろ。え、距離感がわかんねえんだよ。終わったかも。終わったかもしんない。うわー、目の前に、カスが。結構でも落ちてんな。やべ、やべ！フープループゴール。これ初ですね。これちょっと同じ場所に陣取って、取っていくという感じでいこうかなと思います。これクリアすれば、決勝じゃないですか。いや、人数少ないから、うわー！オッケー！金取ったこの功績は、でかい。結構人数少ないから動き回った方がいいかな。俺の方が早い。よし。舐めるなよ。金！金は欲しい！え、取られたマジで。やべ、結構、いい勝負になってるな。今の俺が悪いな。ナイス。オッケー。クラウンマウンテン。来ましたね。さあ、決勝に行く確率が結構高まっています。クラウンマウンテン。2回目ですね、クラウンマウンテンは。ちょっとこの前の2人に勝たなければ終わるぞ。いや、いい感じにあいつらも避けてんな。いや、早いこいつら。やべ。俺がトップ取るんだ。どけ。どいて。よしよしよし。俺が、え、マジで？俺だろ。負けました。26戦目。ちょっとさっきの悔しかったですね。いけるかなと思ったんですけど。僅差で負けました。逆走特攻隊がいる。カスが。逆走特攻隊のカスがいるわ。やばいな、今回。いや、ギリギリ消そうか。よかった。おい！お前も落ち取れないかい。めっちゃ死んでるし。目の前だったのに、あのクソ忍者が。これ途中抜けれないのがクソなんだよな。よし。バッドラックか。まずい。目をつけられている。助けてー。あ、どうも。あー、どうも。あと2人なんだ、あっち。あと1人、どこだ。どこにかわかんねえ。あいつだ、あいつ、あいつ、あいつ。あの目か。最後。最後。おい、あいつだろ、あいつ。おい、何しとん。やつ、おい。やばい、1対1。粘って、粘って、こっちのチーム。うわ、マジで。28戦目。尻尾三重視。おい。ナイス。やば。やば、取れた。取れ、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 そのバナーから。8秒なんだよん。ふっ！負けました。スライムクライム。2位でゴール。14人まで削られましたね。これサッカー来そうだな。ヒヤヒヤロードですね。さあ、14人の中から8人が決勝に行きます。これも初手で一気に見つけて、クリアします。いや、この上怪しいな。まだか。
いや、この上足。いやー、くだらん。30戦目、やっていきます。31戦目。徐々に決勝に行ける回数が増えてきましたね。あは32戦目。おい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 、いや、ここ完全に得意になったわ。トップ。クソ負けてるわ。終わった。防衛しないと。防衛しないと。おい、防衛が全然いいね。終わった。取られ放題。ただ、青もそんな、弾ないから。よしよし、勝てるぞ。もうちょい粘れ。ギリギリ勝ちましたね。え、ああ、危ない。これがね、粘りですよ。出ました、ロックンロール。よし、押せ。やべ、ダントツ遅いかも。34戦目。はい、楽勝。お、クラウンマウンテン。11人で争っていきます。さあ、行くぞ。ちょっと、たまには前列で行かせてほしいな。落ちたやつ。ワンチャンある。ないわ。え？ 35 戦目。ここ行きますか。よいしょ。ガンガン取っていきましょう。いかに金を取るか。金！ナイス。その真ん中に来たやつは全部取るんで。OK。圧倒的パワーを見せています、赤チーム。金！キンキンに、キンキンに冷えてる。OK。ジャンプショーダウン来ましたね。そろそろ1位取っていいですか。マジで？これやばいな。これやばいかも。負けました。37戦目。これもう真ん中一択ですね。真ん中いけない人はもう、これ真ん中一択ですね。これも真ん中一択ですね。1、1、1。これは真ん中一択です。はい。このように楽に通過することができるんで、真ん中から行きましょう。端っこになっていく。よし。スライムクライム意外と成功率が高くなっています。スライムクライムあんま失敗してないですよね、最近。今回もしっかり通過していきましょう。おおおおおおお、ゴールには選手が待ち構えています。今、タスキと共にゴールイン。12人が残りました。いやー、これフォールボール来るな。ヒヤヒヤロードか。やべ、そろそろ。道見つけて。この上っしょ。上。絶対ここ。絶対ここ。行ってくれ。よっしゃ。そこには何もなかった。え、ここも多分いける。やめろ。ここだ。ジャンプ、ショーダウン。ジャンプ、ショーダウン率高くね。さあ、どこか落ちる。真ん中落ちろ。端っこ。バナ死んだな、あいつ。生きてやがる。残りこの6名でやっていきます。5名か。危ない危ない。危ねえ！カスが。落とし合いがもう始まっている。ライアーゲームが始まってる。どう？前に行くか後ろに行くかをしっかり見極めながら。は、飛んだやろが。負けました。38戦目。OK、フルーツパニック。OK、ここまで来れば。ここだ。よっしゃ、これいったわ。OK、クラウンマウンテン。そろそろマウンテンで1位取りますか。待って、早えな。負けました。ここじゃね、ここじゃね、ちげえ。負けました。3連続で決勝いけるかなと思ったんですけど、ちょっとあそこでミスをしてしまいましたね。さあ、40戦目いきます。なんだこのバナナの戦いは。おい、間に合ってないのか。え、クリア。まあ、クリアできるギリギリのタイミングで落ちたんですよね。負けました。41戦目。42戦目。OK。ここだ。よし。残り9人。クラウンマウンテン。後列スタート。
ちょっと出遅れてるか。いや、うまいこと避けてる。うまいこと避けてるから。しかし、あの、左の方のやつ早い。いける、いける、いける。マジいける。立て、早く。うわー、あいつら。くそ。負けました。43回目。いや、スライムクライムの成功率が上がっている。久しぶりに来ましたね、フォールボール。お、うまい。めちゃくちゃうまいシュート。よしよしよし。ナイスキーパー。キーパーがね、うまかったんですよね。ジャンプショーダウン。決勝のジャンプショーダウン率が高いですね。ロイヤルファンブルとか、一回も来てないですね。行きましょう。まあ、6人だったら、スペースが広いんで。これどこ落ちる？ここ落ちたら終わり。やめて！おっぶねえ！くそ。一人のやついいな。ここは三人で落とし合い。あ、これやばい、これやばい、これやばい。いやー！え？あれ？俺なんだけど。ビデオ判定いいっすか今の。あ、これやばい、これやばい、これやばい。向こうも誰もいなかったんだ。やったぜ。2回目のチャンピオン。全然なんか取った気がしないんですけど。何これ。全然嬉しくないんですけど。まあ、とりあえずでも1勝できましたね。43戦目を経て優勝できました。まあ、決勝行く確率も結構上がってるんで、ここからどんどん優勝取っていきたいと思っています。44戦目。1回戦敗退。47戦目。危ねえ。あ、やばい。おー、危ねえ。おーし。よし。ご利用して取っていく。あぶ、あぶねえ。出たロイヤルファンブル。これ初めてですね。誰が持ってんだ？誰だ？あ、こいつか。よし、取れる。取れる。取れる。よし。こっから俺の独壇場。さらば。こけるなって。これですよ。このコントローリングさばき。まずい。40秒。40秒。やば、早いやついる。あぶねえ。これ逃げ切るぞ、絶対。これ絶対逃げ切る。うわぁ！しかし取れる。こいつさっき、拍手してたやつ。俺は掴むな。14秒か。ラスト混戦に持ち込めれば。誰か取れ。よし。混戦！俺がもらう。うわぁ！取れ！あー、惜しい！負けました。さあ、ついに来ました。ラスト50戦目。このフォールガイズの集大成を見せていこうかなと思ってます。うわ、これ初めて来た。これ嫌なんですよね。これあんま勝った記憶がないんですけど。まあ、頑張りましょう。間に合い！オッケー。いやー、最悪。これは終わる。負けました。ステージ別成績。上位の6個だけまとめました。シーソーゲーム15回中11勝4敗。スピンレース14回中14勝0敗。スピンレース全部通ってんすよね。いいですね。ドアダッシュ10勝3敗。ゲートクラッシュ12勝0敗。ゲートクラッシュも勝率 100%。グーグルファイト9勝1敗。パーフェクトマッチ7勝3敗。ということで今回はこの辺で終わっていこうと思います。お疲れ様でした。